手はガスを燃料とする温水によるセントラル暖房システムの名称で新安度エコノミカルシステムの略称である。主に大手ガス事業者によって普及が図られてきたシステムであり、近年では新築されるマンションのうちオール電化でない物件のほとんどが採用している。手志向前なお東京ガスでは時をガスエコシステムの略称ともしている。 他に東京ガス以外のガス事業者では同じシステムに別の名前を付けているところもある。主な暖房端末として次のようなものがある。床の内部に温水が通るパイプが組み込まれた温水マットという完成品を張り巡らし、床全体を60度の温水で温める。床の表面温度は25度程度まで上がり、低温やけどなどの心配がない。 不設率が決まっており、小建て住宅において、通常の広さについては、床面積に対し70から80%で設計をする。集合住宅においては1階と最上階を除き、60から70%で設計をすることになっている。床暖房の敷設工法は大きく2つに分かれており、新築用の床暖房と寄築住宅用の後付け床暖房がある。 仕上げ材も種類があり、フローリング仕上げ、コルク仕上げ、畳仕上げ、カーペット仕上げ、タイル仕上げなどがあり、在来工法の浴室の洗い場などにも付設できる。温水を通すパネルからの輻射熱による暖房機。横型や縦型がある。温水を通す熱交換器に電動ファンが取り付けられており、温風による暖房を行う。システムキッチンのシンク下などに設置できる。 足元設置タイプや壁に埋め込められるタイプ、ファンヒーターのように持ち運び収納ができるタイプまである。入浴していない時の浴室内を有効活用し、衣類乾燥機として用いることができるようになる。バスイヌイと呼ばれる。浴室乾燥機に暖房の機能をつけたもので、暖房、乾燥、涼風、換気の機能があり、入浴前や入浴中の浴室内を温めるもので、ある。 入浴していない時には浴室内を有効活用し衣類乾燥機として用いることもできる。近年は脱衣室やトイレも暖房や換気ができる一室、換気、二室換気など種類も豊富である。換気も24時間換気の機能がついたものが主流で住宅事情を考慮している。能力は電気より高くランニングコストも経済的とされているところが強みである。 老人などの脱衣直後の浴室内での事故を防ぐ効果も注目されているが、昨今、ミストサウナ機能もついた端末も登場し、美肌効果が得られると話題になっている。パナソニック製の端末では、マイクロ粒子のミストを売りにしており、雑誌など、書籍も痛むことなく読めるという。また臨内製の浴室暖房乾燥機には、シャープのプラズマクラスター発生装置が組み込まれた。 商品もあり、カビの発生をさらに抑える機能を備えさせている。浴室乾燥暖房機も、バスイヌイまたは、バスダンと呼ばれる。近年普及が始まったもので、ミストによるサウナである。ミストの作り方、加熱の仕方は各メーカーで、各種方式があり、能率林内パナソニック電工、ヤマハなどで販売されている。能率や調布製作所のミスト単体製品においては、 給湯管より温水を調達する。浴室暖房乾燥機の内蔵タイプにも同じように給湯管からミスト用の温水を調達するものがある。通常の電気ヒートポンプによる冷房に加え暖房や除湿の際に温水を用いるエアコン。除湿は電気ヒートポンプと異なり全く温度を下げずに除湿することが可能であるが、かつてはパナソニックや東芝等も OEM という形で供給していたが、現在は暖房時におけるエアコンの性能向上に伴い、電気ヒートポンプ式のエアコンと比べてあまり普及していない。ありがとうございます。